中村浩二は、兵庫県赤市出身の元プロ野球選手。愛称は、こうちゃん、デビルマン、ハムなど。滝川第二高校では、福沢隆弘らと共に、高校3年時の春夏と甲子園に出場している。夏の甲子園1回戦では後に、中日に1位指名され、後の同僚でもある東方高等学校の朝倉、健太からサヨナラだを放っている。卒業後は、 東北福祉大学に進学し、外野州に転校して、首相としてチームを引っ張った。一番を打って、4年の大学選手権では、準々決勝で決勝本塁打を放つ。最多盗塁2回、ベストナイン3回。その後、2003年のドラフト会議で中日ドラゴンズから5位、指名されて入団。背番号は25。2004年、 就任したばかりの落合博光監督から、ルーキーながら、右の4番候補として期待され、6月中旬に1、軍昇格。6月12日の対ヤクルト戦では、初出場初スタメンで、初安打を放ち、6月16日での広島戦では、延長10回表に、決勝打となる2点タイム類も放った。2005年は2軍で打率、292、7本類がをマークし、 超打力をアピールした。2006年も二軍で打率283を記録している。オフに新たに入団した新井良太が背番号25をつけることになったため56に変更した。2007年シーズンは6月14日の対楽天戦で試合前怪我をしたタイロンウッズの代わりにスタメン入りさらに4番に抜擢され第1打席では タイムリーヒットを放った。同年の日本シリーズでは出場資格者になった。2008年は2軍で10本塁打を打つなど活躍したが1軍での出番は1打席のみに終わった。2009年は5月に1度だけ出場選手登録され4試合に出場したがその後抹消されそのまま一軍に上がることができず11月2日に球団から戦力外通告を受けた。一度は 引退を決意した者の,の妻の説得を受け、12球団、合同トライアウトに参加。これでダメなら潔く引退すると決意して、トライアウトに臨んだ。しかし5打席無安打3三振という結果に終わり、どこの球団からも誘いがなく、結局引退することになった。引退後は、一般企業に就職し、自ら会社を起業することも視野に入れているという、長打力のある大型外野手で、 将来の主軸打者を期待されていた。50メートル6秒0の瞬速も魅力である。2005年以降は守備の時だけゴーグルを着用する場面も見られるが、右目の新視力がずれているためである。ありがとうございます。